皆さん、こんばんは、マーティンである脈呼ば、金魚です。病院の設備が、いろいろわかりますね。まずは解剖図から話します。病院の仕組みとしては、まずは受付外来、あとはまあ、検査室、中央材用室、ME 室、これ臨床工学技術だそうです。薬剤室、手術室、その他あります。これね、総合病院も確かにいろいろあって、いろいろまあ、有勝と無償、いろいろ病院はまあ、らに病床使用率によって全然違います。精神科、 結核療養、一般病院、いろいろ分かりますね、周入によって。確かに医療システムは確か電子カルテ使われてますね、はい。あとは、ま、中央材料室にはいろいろ、高圧熱気、現在、現金法、関熱現金法とか、その他の現金をいろいろありますね。確かに丁寧に使うことと、あとシーラーの現金パックスとか、いろいろ、こことか完了校。あとは放射技船や超民証検査技師、あとはいろいろ、光学士など、いろいろ、これ、必要な仕事でございます、医療機器。 あとメーカーもいろいろ使ってますね、いろんなメーカー。というわけで、病院解剖図でした。バイバイ。